もうお父さんと50何年、50年以上オーバーっていうか、初めて。チャラミスよ。どうしよう。スピーカム TV! さあ。はい。はい。なんか急遽ですか？急遽ですよ。あ、これなんか入れ物とか持ってこんでよかったですか？あー、持ってこんばなんですね。スカリバね、スカリバ。スカリ使えば。あの、はい、バッカンだ。すぐのバッカン持っと。なっとるかな？あ、蓋かぶせられる？あ、蓋かぶせられる。あ、じゃあ取りに頑張る。どこにあるんですか？あっちまで回ろうか、先だ。さあ、持ってきたよ、バッカン。おおほう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 、バッカン来ました。はい。この中に入っかな。そがなくとかですか？いや、入やろうけどね。入るんかい。あのね、毎回言おったけどね、親父にはね、はい、釣りに行くときと、うん、なんか取りに行ったときに、うん、教えてくれって、うんうんうん、これで言われたさね、正月の時、はい、あ、もう今から時間いっぱいあっけんが、うん、あの仕事のね、はい、終わったけんが協力全力です、手伝う大変ですって、はい、うん、言わしたとけど、相変わらずね、はい、相変わらずお袋来ちゃったもんね、はい、あの事務所にね、はい、でお父さん釣りとおさえようって言ってえってなはぁって昨日も生きちゃったよ。あんた知らんとね。多分めんどくさかった。なんでしょう、ね。一人ですとか好きだっけね。うん、まあ、あんまり海賊関係あんまり言わんとこうと思ったけど、お袋から多分怒られた。釣る時のエイバ欲しかっつって、お袋の防衛陣怒っとったよ。あんたまた連絡しとらんとねっつって。あんた津賀にとって一言だ。津賀に。どがやんとったって聞いたさ。はい。の、俺は素手やんもん。全部素手。うなぎも素手やっけ。つかめんでしょ。もしくは、あの、奥なんかわからん時とかさ、はい、入れ物も何も持たんで素手手釣りかったよ、はい。こう、右手とかに噛みつきながら、あいたたりながら、はい、2匹も3匹も手に持ったまま、はい、次のとこ捕まえよらさ、こいつ。いや、どんだけですか。それ、両手いっぱいになったら帰ってくるわ。手がふざかったけ帰ろうっていうぐらいで。噛みつかれながらよ、しかも。いや、しかも痛くないですか。痛か。あれ、がっぱいだから言っとくけど。もう山太郎って聞いたき、はい、ああ山太郎ごと取れとっばーんって、うん、3つって山太郎ごと、うん、こんなこと山太郎はいくらしかけどね、これで山太郎じゃなくて行くけどさ、山太郎が大変だな。さあ着きました、行きましょう、行きましょうか、はい、着いたけどさ、はい、ちょ見て、なんかのミノゴだろわ、これ、これもしかして見と思ったら引っ掛けて乾かしてるステーク、ほら豆かですね、こがんして作ってからですね、やっぱさすがですね、節約してるらしいですね。デブかはい、ラブ、はい、ラブちゃん人気だったね、ラブちゃん、ラブちゃん、ラブちゃん、山太郎が見に来たよ。本当に山太郎、本当に山太郎ですか？ごめんね、もうお邪魔しまーす。本当に山太郎、ああなるほど、山太郎ではないね、あれですかね、山太郎ではない、はい、タイガー、タイガー太かすね、でも危なかった、危なかった、痛い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 、プリセンで動け、どうしたおやじの左にかぶしておるわ、うん、先生、ほら、手が見て、手、その、握っとというか、手の方が、パッとランゲンがこんぐらいすんどっとば、いや、ひどか、ひどか、笑っていいよけどさ、いや、なめとしやもん、なめとしやもんって痛かったそれ、それ痛か、うーん、微妙に山太郎届かんな、やっぱここまでドンピシャ噛みつかれた初めて見たの、俺も初めてだった、初めて、やったろ、もうお父さんと50何年、50年以上オーバーってんか、初めて、初めてちょっとさ、お父さん、こう海と行くとき教えてよ、全部素手取ったっちゃろ、突っ込んで、岩逃して、うん、逃してった、うん、全部運転しか動けないと思ったから痛こ、あー、噛みつく、初めてね、初めて、俺絶対噛みつかれたもん、あんた舐め取ったけんよ、舐め取ったと、舐められたとよ、やがてです、吸い切られました、ちょっと びっくりしました、びっくりしました、あれや、ご飯食べてると思って、到着です、こんばんは、こんばんは、木田先輩、はい、それなんすか、なんすかそれ、
欲張りセット2個ついてんのそれ。デュエルと山下の共演共演夢のタッグ夢の共演夢の共演え、これがあれですか何これ何になるの吸ってになるのかな吸ってだと思う、はい、吸ってです。そういう使い方できるんですね。やってみようかなって。ここで下が普通の 3.55 山下槍だったらちっちゃくていいんだけど、うん、スルメいるんじゃないかなと思って。スルメいるでしょうね。ちょっと大きめで。ただね、手袋忘れたからね。若干テンションが落ち気味と、うん、やっていきたいと思います。はい、思います。痛い。でもこのスイカ、イカエギングでするときさ、うん、どういう誘い方する？アオリイカとほら、サクリイカと違うじゃん。違うって言うじゃん。言うっすけどね。ただ巻きがいいよとか。俺あのエギングでスルメイカを狙った釣りってやったことないです。ササイカ、ヤリ系とかはサザイカはよくやってたやってたけど、スルメイカはたまたまなんか釣れる感じで、あいつら上におるのかと思ったら結構ボトムにおったりするけんが。ただやつはね、アニーがおるけんね。ああ、ほんと気をつけないかな。生食は気をつけんばですね。てかスルメだけは絶対ね。じゃあ、釣れた？スルメ？全く引かない。全く引かない。ゴミ？ほらスルメじゃないな、少なくともね。槍じゃない、槍。遠先のちっちゃいのかな。だったらいいけどね、多分そっち系やろ。ほらほらほら、剣先じゃない？剣先近い。イエーイ、剣先ゲットー。おーい、初モンっすよ、初モンやったぜ。いや、ちっちゃくない？お気づけしようぜ、ちょうどいいやん。ちっちゃくない？ちょうどいいやん。これが一番いいよ。へー、多分ね、剣先はね、このサイズが釣れる。へえ、やったじゃん。狙い通りやん。うん、さすが。いや、お気付けしようぜ、お気付けしようぜ。はいはいはい。はいよ。タレ出せ、タレ。タレを持てい。タレね、ちょっと待って、ね。なんだよ、もう。なんだよ、ひなたん。タレタレ。来たよ。バカタレ。どうしよう、先イカ入れとくか。先イカ入れないけど。入れておいて。はい。ここはね。はい。ドバ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 。これでね、たっぷりこのめんつゆを吸ってくれて漬け込むってことです ね重要なんじゃない。これしまったっぽいね、結構。これ絶対美味しいんじゃない。これがお気づけです。簡単お気づけ。いいね、はい、電気浮き、はい、はいはい、押し込むと全部光ります。すでに光ってるね。はい、こんな感じです。おい、まあ、綺麗に巻いた方がもちろんいいんですけど、ね、おい、後ろ気をつけてね、キャスト。ピヨーン、手返し重視ね。しかもなんか、もしかしたら浮き沈まないかな。さあ、どうかな、ちゃんとできてる。新年早々カップラーメンですよ、うん、どうですか。うまい。絶妙のタイミングでなんか目覚ましになったよ。うん。おはよう。ほんと10分。なんかさ、すごい気持ちよさそうにいびきかいてたからさ、取っとこうかなと思って。マジで回したんよ。今タイマー鳴ったけど目を開けたらさ、目の前にさ、木田さんって何か言ってたのよ。おお、あまりにもイカが釣れなかったので。おお、いいサイズじゃないの。おめでとうございます。皆さん、はい、完全に明るくなりました。乾杯っす。困ったね、釣れんときゃ釣れんもんね。どうしよう。サイズ64cm です。はい、どうぞ解いてください。ドキドキするこのマスマ。よっしゃ、最先いいよ。あ、やったご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。